皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回の動画は来る4月に発売されるゲームソフト7000を発売日の早い順に紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介する作品はレゴスターウォーズスカイウォーカーサーガです。本作はスターウォーズの壮大な物語をレゴゲーム特有のコミカルさで再現したアクションアドベンチャーゲームです。収録されているのはスターウォーズエピソード1ファントムメナスからスターウォーズスカイウォーカーの夜明けまでの全9作品。プレイヤーはエピソード1ファントムメナスから始めることもできればスカイウォーカーの夜明けから始めることもできるなど、順番に関係なく好きなエピソード3部作から物語を始めることができます。プレイアブルキャラクターには映画に登場した主人公やその仲間たちだけでなく、人気キャラであるカイロ・レンやボバ・フェット、パドメ・アミダラ女王が登場。さらには映画では脇役だったようなキャラクターに至るまでスターウォーズのあらゆる時代から300人ものキャラクターを操作することができます。また映画の物語をたどるストーリーモードだけでなく、プレイヤーが好きな場所へ行けるフリーモードも搭載されているため、自分の物語を楽しむこともできます。映像のクオリティや細部への作り込みも丁寧であり、本当にレゴブロックが自由自在に動いているような臨場感を感じることができます。続いて紹介する作品は MLB ザ・ショー22です。野球界最高峰と言われる MLB メジャーリーグベースボールの公式ライセンスを取得した作品として、1997年の MLB98 以来25年にわたって毎年リリースされてきた MLB ザ・ショーシリーズ、その最新作となる MLB ザ・ショー22ではカバーアスリートとして2021年の MVP を獲得するなどの活躍を見せたロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手が選ばれたほか、シリーズで初めて任天堂スイッチ版のリリースが決定するなど、日本国内でも大きく注目されています。現役選手やレジェンド選手でドリームチームを編成してライバルと競い合ったり、自分の分身となる新人選手を作ってスーパースターに育て上げたりと、様々な遊び方で MLB の世界を楽しむことができます。なお北米版と同一の内容となっており、ゲーム内の表記音声は全て英語で、ゲーム内通貨の購入はできません。本作は PS5 と PS4 に加え XBOX One、 XBOX シリーズ XS、 Nintendo Switch でも同時発売を予定。プラットフォームをまたいだオンラインマルチプレイが可能で、他プラットフォーム版とのクロスセーブやゲーム進捗の同期もできます。続いて紹介する作品はメタルドッグスです。本作は重火器を装備した犬が敵と戦うハクスラ系シューティングアクションゲームです。本作の舞台は大破壊によって文明が崩壊してしまった後の日本であり、主人公である柴犬のポチは謎の老化学者ドクターミンチによって倒れていたところを助けられ、荒廃した富士山麓の集落を拠点に活動することになります。ポチには主人がおり、自身を置いて去った主人を探すため凶悪なモンスターがはびこる周辺の環境を探索していきます。戦闘犬であるポチには機銃やミサイル、大砲といった重火器を装備して敵と戦う力が備わっており、ポチはクエスト形式で各地を冒険し、クエストを通してランダムなオプションのついた重火器を入手することができます。装備やレベルを強化し、賞金のかけられた強力なモンスターとの戦いながらクエストを攻略、またクエストをクリアしていくと、ポチ以外にドーベルマンのベルト、ブルドッグのボナンザが操作キャラクターとして登場。
2022年発売予定のメタルマックスワイルドウエストの前日譚として、終末世界を舞台にした犬たちの戦いが描かれます。続いて紹介する作品はウイニングポスト Q2022 です。ウイニングポストシリーズはプレイヤーがバッシュ兼生産者となり、競馬世界に生きる馬や人々とのドラマを体験する本格派競馬シミュレーションゲームです。本作ウイニングポスト Q2022 では馬同士の関係性に注目した新システム優駿の絆により新たなドラマや攻略法が生み出されます。調教パートナーに指定することやイベントなどで芽生えた絆によって、馬同士が関係を深めて様々なボーナスを獲得できるようになります。また前作で好評だった複数の返し星シナリオにも1976年2012年の2つが追加。今なお最高の三強対決として語り継がれる東証ボーイテンポイントグリーングラスの TTG 世代やオルフェーブルゴールドシップジェンティルドンならの記憶に、新しいスターホースたちが激闘を繰り広げる様を体験できます。他にもオンライン機能ではオンラインウイポーを決定戦や馬券勝負を楽しめる専用モードを搭載し、より遊びやすく強化されています。続いて紹介する作品は夜回り3です。本作は過去作の雰囲気を受け継ぎながらも新しい要素を追加し進化した夜回りシリーズの最新作です。幼い主人公は自身にかけられた呪いを解くための手がかりとなる思い出を探して夜の街をさまよいます。街の暗闇の中には恐ろしいお化けが潜んでおり、懐中電灯の明かりと心臓の鼓動を頼りにこのお化けを避けることができます。主人公の頼りになるのは手に持った懐中電灯の灯りのみで、暗がりに光を当てることで探索の役に立つ落とし物や悪意を持って近づくお化けの姿が明らかになります。また従来の隠れるに代わり新アクション目を閉じるが導入されており、目を閉じている間はお化けに気づかれなくなり、お化けのいる場所にかかる赤い霧に触れないように安全な場所まで移動することになります。続いて紹介する作品は e ベースボールパワフルプロ野球2022です。本作は25年以上の歴史を持つ野球ゲームパワプロシリーズ最新作です。本作ではサクセスやパワフェスといった定番モードがパワーアップしているほか、自分だけのオリジナル選手で遊べる新たなオンライン対戦モードパワーパークも実装されており、シリーズ史上最大級のボリュームの作品となっています。本作のサクセスモードは高校野球編、歴代パワープロキャラたちとの物語を知ることができるパワフル高校ライバルズ、友達との学園生活や女の子との恋が楽しめる熱血きらめき青春学園、何度も世代交代を繰り返す千翔高校君がキャプテンだという全く異なる3つのシナリオで甲子園を目指し選手を育成できます。その中毒性の高さから熱狂的な人気を誇る栄冠ナインももちろん実装。高校野球の監督になってチームを育成し甲子園常連校を目指す本モードでは、進行のテンポアップなどプレーがより快適にパワーアップしています。最後に紹介する作品は任天堂スイッチスポーツです。本作は直感的な操作でスポーツが楽しめる Wii スポーツシリーズの最新作です。過去作において人気の高かったボーリング、チャンバラ、テニスのほか、新しく加わったバレーボール、バドミントン、サッカーをジョイコンを使った直感的な操作で楽しめます。また2022年秋には無料アップデートでゴルフの追加も予定されています。本作では集まって遊ぶローカル対戦に加えて、全ての種目で遠く離れた友達や世界中の人とのオンライン対戦に対応しています。また
オンライン対戦で集めたアイテムでキャラクターを自分好みにカスタマイズしたり、各競技でランク上位を目指すプロリーグで腕前を競ったりと、さまざまな楽しみ方で遊べます。以上が4月発売のゲームソフト7選でした。いかがだったでしょうか。4月は人気シリーズの最新作が多い月ですね。個人的には Wii スポーツを発売当時によくやっていただけあって、 Nintendo Switch スポーツが一番気になっています。皆さんも4月発売の気になるゲームソフトがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。